皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、組織は最適化されていますかというテーマでお届けいたします。営業コンサルタントの私が言うのもなんですが、あまりに営業力がありすぎるのも考えものです。最近そう思うようになってきました。世の中どんなにいい商品やサービスがあっても営業力がなければ売れません。またその逆も真なりで、どんなに営業力があっても商品が粗悪であればリピートはありません。ただし粗悪な商品でも営業力さえあれば一度は売ることは可能でしょう。そういった意味では営業力さえあればどのような商品やサービスでも売ることは可能です。ここ数ヶ月、弊社の営業支援トータルソリューションというプログラムを導入しているクライアントが嬉しい悲鳴を上げています。嬉しい悲鳴とは、新規顧客開拓の営業活動を行った結果、受注量が大幅に増えたのです。ですが、経営者としては手放しで喜ぶわけにはいきません。その理由は、あまりの受注量で仕事をこなすことができなくなりそうなんです。例えばクライアントの自動車整備工場では修理、整備、点検などの依頼が多くなり、スピーディーな対応が難しくなってきました。その結果、お客様に納車を待ってもらうしかありません。そうなると納車に時間がかかるという噂が広がります。完全にキャパをオーバーしています。さらに社員はなかなか休みが取れない状態になりました。今日の本物の商売を目指すポイントです。これを解決するには、整備工場を広くして、整備士を増やすことしかありません。とは言うものの、そう簡単にはいきません。整備工場を広くするにしても、土地に限りがあるので難しいでしょう。移転しかありません。また、整備士を募集しても、即戦力の整備士を採用するのも難しい状況です。効果的な営業活動を行うのはいいのですが、その受け入れ体制も同時に考えていくことが大切です。そうでないと社員が疲弊していきます。ある建築関係のクライアントは同じように新規開拓の営業活動を行い、大量に受注量が増えました。それにより納期に時間がかかったり、外注の業者を使うことが多くなったりしました。外注の業者に依頼するのはいいのですが、施工管理をしっかりと行う必要があります。そう簡単にはいきません。結果クレームが発生したりと、手放しで喜べるような状態ではないのです。このような時、組織の最適化を考えなければいけません。例えば食品加工業ならば、自社の製造能力を100、配送能力を50、営業能力を100とします。この場合、営業が100の仕事を受注したとします。製造が、営業が受注した100の仕事を作ります。その後、配送がお客様に配達するのですが、配送能力が50しかないので、100の商品を配達することは不可能です。つまり、すべての基準は一番能力の劣る配送に合わせるしかないのです。このような状態であれば、営業は50の仕事を受注して、製造も50作ればいいわけです。そうすれば、配送は無理なく配達できます。こうなれば、製造、営業、配送の能力が一致するので、組織は最適化だと言えます。また、無駄な在庫を持つこともありませんし、製造ラインを稼働させるのも半分で済みます。さらに、営業マンの活動量も半分で済みます。おそらく残業も減るでしょう。結果、光熱費や人件費も下がります。このように考えていくと、むやみやたらに営業力だけをアップさせるのは大変に危険だということです。経営者の日ごとの仕事の一つに組織の最適化があります。営業力を上げたいのなら、製造力と配送力も同じぐらいに上げなければ意味がないということです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。